No, no, no. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh. 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？週刊激スポの時間ですよ。今週は試合映像が盛りだくさん、熱く激しくお伝えしていきます。それではラインナップいってみよう。まずは BJ リーグ富山グラージーズから。今シーズングラージーズは残念ながらプレーオフ進出とはなりませんでした。ホーム最終戦となった新潟戦、有終の美を飾れたのでしょうか。この日はホーム最終戦とあって今シーズン最多の2355人のブースターが黒部市総合体育センターに駆けつけました。ホーム最終戦はすでにプレーオフ進出を決めている東地区3位の新潟アルビレックス BB と対戦。グラウジーズは序盤からトップギア。第1クォーター、加藤のパスカットから水戸が速攻に持ち込み、さらにリバウンドからすかさず速攻でハーパーがダンクを決めるなど、今シーズンチームが掲げた速い展開のバスケットで19対7で第1クォーターを終えます。第2、第3クォーターに入ってもグラウジーズの勢いは止まりません。そして53対41で最終クォーターに臨みます。が最終クォーターに入るとグラウジーズの得点がパタリと止まり、2桁あったリードも残り13秒で63対61と2点差まで詰め寄られます。ここでハーパーがフリースローを決めて64対61と誰もが試合終了かと思いきや、新潟のエチェフのスリーポイントがブザービーターとなり64対64の延長戦へ。グラウジーズは延長戦に入るとコリンズとハーパーを中心に点を重ねるも、新潟の池田の連続スリーポイント、最後はチットウッドに決められ72対72と決着がつかず再び延長戦へ。富山のブースターを前にホーム最終戦を勝利で飾りたいところですが、2回目の延長戦に入って残り4分、これまで20得点を挙げたハーパーが5回のファウルで退場します。ここから流れは完全に新潟に傾きます。グラウジーズは粘りを見せますが最後は力尽き、結局81対89で敗れ、ホーム最終戦を有終の美で飾ることができませんでした。BJ リーグの順位表です。5月2日終了時点で富山グラウジーズは16勝34敗で最下位となりました。東地区のプレーオフ進出チームは浜松、仙台、新潟、東京です。西地区は大阪、沖縄、福岡、滋賀がプレーオフ進出を決めました。富山での試合が最後となった今月2日日曜日、試合の後ホームゲームを締めくくるセレモニーが開かれました。ということで、
今シーズン黒部でスタートして黒部で勝ってスタートして、正直今日は勝って終わりたかったのは僕の本音です。さあ最後になりますが、最後は熱い声援を送ってくださった会場の皆様、1年間ありがとうございました。 I'd like to thank everybody for coming out. I really 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 appreciate it, especially when you're on the road. We see y'all guys out there with them brass and uniforms on. It really gives us a lot more confidence to play hard, and we play every game for y'all, our boosters and our fans. Thank you very much. We have a really great bunch of guys right here. With y'all support next year, I think we'll make the playoffs. Just need a few more pieces, put a few more things together. They got a lot of fun to do. It's still a young team, but with y'all support, I think we'll really make the playoffs next season.富山グラージーズは今月6日木曜日、7日金曜日、東京アパッチとのアウェー戦を終えて今シーズンの全日程を終了します。来シーズンの活躍に期待です。